横の皆様出てきてください。男踊りの方あと3名と女踊りもう1名出てきてください。はい、舞台踊りの方をご覧いただいて、男性と女性で踊り方がまるっきり違うことを、見ていただいたかと思うんですが、男踊りの方でも、提灯と、うちわそれぞれあるんですが、基本は変わりません。なので、まず男踊りの基本の踊りから、ご紹介していきたいと思います。では男踊りの方もう少し前へ出てください。はい、まず踊りの基本の姿勢として、肩幅で足を開いていただいて、腰をそのまままっすぐ下に下ろす感じですね。少し前傾になります。この形を作っていただいた後、両手万歳です。上げてください。はい、これが基本の構えの状態ですね。構えの状態から、右手と右足を同時に前に出す。はい、前に出してください。はい、で、この出した足と手を戻す。はい、今度左足と左手ですね。はい、出してください。はい、これで右と左の基本的な動きです。これを順番に交互にやっていくことによって、前に進んだり後ろに下がったり横に移動したりできるようになってきます。はい、じゃあ構えの姿勢になってください。踊りの方、基本的に1212のリズムで踊っていきます。はい、ではやっていきます。はい、1212 1 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 2 1
います。次、女性ですね。女踊りです。下駄履いていて非常に辛い踊りなんですけど、男性の方でももしご興味あれば真似してみてください。はい、じゃあ女性は肩幅には開かず、そのまんま、つま先立ちですね。で、少し前傾姿勢になります。はい、この状態で手を万歳です。はい、男性と同じで右手と右足を前に出す。はい、戻して今度左手と左足を前に出す。はい、男性と同じようにこれを繰り返していきます。はい、じゃあいきます。せーの、1、2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 、
本はこういった形になるんですけど、これを後ろにいます鳴り物ですね、この音に合わせていきます。まず、鳴り物の基本ですね、踊りもこの音に合わせて踊ってます。鐘です。鐘が全部の指揮を取っている指揮者ですね。鐘が速くなれば踊りも速くなるし、鐘がゆっくりになれば踊りもゆっくりになります。はい、じゃあ鐘お願いします。1、2、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 
ください。ありがとうございます。はい、次に、お太鼓いきましょうか。踊りの方に抑揚をつけてくれます。
締めが入ることによって出てきます。はい、ありがとうございます。じゃあ次はリズムじゃなくて、メロディーのある難しい方のパートに入っていきます。上からいきましょう。はい、拍手お願いします。次、これ阿波踊りの音を表現するときによくちゃんか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 っていう方いらっしゃるんですが、この音ですね、三線です。はい、ありがとうございます。他にも竹とかいろいろ入ってきたりもするんですが、これが基本的な鳴り物の構成になります。じゃあ、鳴り物を全部合わせて、ちょっと踊りの方なしで鳴り物に集中してご覧いただきたいと思います。